結論から言うとオタクチャンネル。ワールドトリガー待望のセカンドシーズンに対するみんなの反応集、よし発表していけ。あの待望のシリーズの2作目がついに公開か。帝京全面構想終結から1年、構想に関わった者たちは暴打界の罠に落ち、未然から隔離された収容施設に囚われ、11の暴者にバラバラに投獄されてしまった。脱獄不能、喧嘩上等、飲食充実、方向迫撃、ワールドトリガー湯葉神器獄中死闘編。次なる舞台はイカチー収容施設、新たな友と手を組み、しのぎを削れ、絶対に生きて、シャバに戻るっつ。今年もこんちゃんだ。おび、おび、にゃん、にゃん、で増えた。おび、おび、にゃん、にゃん、でこれ絶対、チピ、チピ、シャパ、シャパのやつやん。木戸司令。だと、ゆかりと和明、たまにまさむね。まさむね、司令何してんの。エグゼクティブプロデューサー、泣きぬたさん、じわじわ来る。第五号車の、第五班に入れられた湯葉は、そこでおなる、おじき、車と再会。一方、帯島が割り振られたのは、王子愛駒ら、クセ者が強要ばっこする、第二班だった。囚人たちに日ごと課される、課題、や、演習、と呼ばれる過酷な刑務作業。その様子を別室で監視し、一挙手一投足に目を光らせる監守たちにより、容赦なく積み上げられていく刑期延長。湯葉と帯島は、無事に、施設から出所できるのか。そんな二人に、脱法行為を得意とする玉駒一家総長、三雲の妨害工作が襲いかかる。総長、三雲でお茶吹き出した。現状がわかりやすく変換されている、あそこ獄中だったのか。湯葉大視点で、本編のあらすじなぞってるだけなのに、めちゃくちゃ面白いのずるい。こう見ると施設内で、帯島ちゃんの面倒を見てるのが、元湯葉隊の王子、なのもなかなかストーリー性があるな。登場人物、湯葉、車の頼みで副班長として、仕切りを任される。車、先代から継いだ、潤沢な資金に物を言わせて、経済界を支配。おさの、言葉遣いがなっていないため、たびたび湯葉と反目する。ほかり、組長が獄中生活をエンジョイしていることは知らない。小洗い、ダイナミックなアドバイスに触発され、優勝を狙い出す。帯島、食事に舌鼓を打ったり、漫才を見るなどして、英気を養い中。王子、ただ未知なる刺激を欲し求める、破滅型の定額主義者。二霊、瀕死の手下を、粘って死ねと切り捨てる非常な人物。辻、問題行動の多い、生駒に牙を剥くも、あえなくいなされる。生駒、刑務作業中にあかん、と絶叫して懲罰貿易に。三雲、悪辣非道な、妙計奇策をもてあそび、他の班の刑務作業を妨害。雨取り、放射の中に大量の白い、物を持ち込み、犯人を驚かせた。てるや、水上班長への反抗的な、態度が監守に問題視されている。巻、特に厳しいと知られる監守。通称鬼詰めの巻。囚人や一部の監守にも恐れられる。コナミ、玉駒一家の幹部。監守として施設へ潜入するも露骨な玉駒ひいきで身バレの危機に。キャラ紹介があながち間違ってないのが立ち悪い。主人公の扱いよ。脱法行為を得意とする三雲、は草。イラストメガネな上に公式から妨害マンにされてるオサム、ワートリ大好き。チカちゃんの持ち込みは白米と見せかけて役だったのね。白い、物摂取してる時のチカちゃん可愛いからよし。王子の説明。小洗いが目指す優勝ってなんだよ。二霊ちゃんの紹介分好き、嘘はついてない。帯島ちゃんは出所できるよ。俺が保証する。ワートリエイプリルフール、本当好き。